割とその記録っていうその側面を持った写真というメディアに対してすごく惹かれるものがあります。そういった記録っていうメディアをやっぱ重ねた時に割と面白いのかなと思います。僕が撮った霧ヶ峰とその50年60年前のもう少し森が少ない霧ヶ峰なんかを見ると、あ、こんなに違うものなんだっていうその変化みたいなのが見て、それは割と僕は惹かれています。画面の中だけでこう完結している絵っていうのはちょっと自分の描きたい絵と違って、風景を見るように絵を見て広がるような風景っていうのが自分にとって大切なので、自分がなんかその自然の美しさに近づける行為があるとしたら、その絵を描くっていうことだなと思って絵を描いている。この石いいなから来ますね。石を割るという、割れた肌とか含めると石の、質感じゃないですか、素材感と申しますか、石の持っている質感は好きだけど量感は嫌いみたいな、そんなちょっと矛盾したところが自分の中であって、ガラスはやはり光が大事かなと思いますので、石とガラスと光とその辺を大事にしていきたいなと思いますね。森はただ自分のやるべきことを淡々と、ね、植物なり微生物なり風なり光なり黙って自分の仕事を淡々として、それを何億年も繰り返して、で自分の生き様みたいなものが意図せずにじみ出て刻み込まれてしまったもの、そういう絵を描きたいと。で悪戦苦闘した痕跡みたいな作品の出品になったかなと思います。